皆さんこんにちは。今ご紹介いただいた今中です。ご丁寧なご紹介ありがとうございます。このいわきには忠常さんとこのほぼ10年近くにわたっていろんな協力したりお手伝いしたりまた助けてもらったりして一緒に、仕事をしてきたつもりです。で一応私自身はもう原子力という分野で、50年近く飯を食った人間なんで、古いことから新しいことまで結構いろんな勉強してますんで、それが皆さんの少しでも参考になればなと思って忠常さんでも去年も一昨年もお話しさせてもらってます。で今年のお話のテーマは昨日 NHK のスペシャルでやってましたよね。あれ多分ご覧になった方多いと思いますけども、今あそこに溜まってる1号機2号機3号機のデブリをどうするんだと。で私も昨日の夕方こちら来てホテルの方でテレビ見ました。で知った人もかなり出てきましたけども、あの人たち本当にこれができると思ってるんだろうかというのが正直なところです。はっきり言ってデブリが40年で取り出せるなんて彼らも思ってないと思います。で、昨日の話はまた後の方で話しますけども、今日はですからデブリを取り出すということはどういうことなのかと今の現状をお話しして、また皆さんに本当にどうしたらいいのか考えてもらう、きっかけになればなと思ってます。すいません、ライト。テーマは一応100年では終わらない原発事故の後始末ということです。2月に大熊町の方に呼んでいただいて皆さんにお話ししたんですけども、結構さっき牧歌的というような言葉がありましたけども、大熊町の人もいや国が言ってんだから40年でデブリ廃炉済むんじゃないのと思ってる人が結構いらっしゃるそうなんですけども、そんなことはまずありえません。でこの1号機2号機3号機4号機で1号機2号機3号機がメルトダウンメルトスルーを起こしています。でメルトダウンというのは原子炉の中にある核燃料が溶けてしまうこと。でメルトスルーというのは溶けちゃって原子炉のお釜が底抜けしてその下にデブリというやつが落っこっているということなんですよね。それでこれが100年後にどうなってるかよく分かりません。私にも多分この HF は100年経ってもそれなりに放射性廃棄物の巨大な集積場であることはまず間違いないと思ってますけども、それがどういう形になるか分かりません。とあとここにありますけども、そもそも廃炉とは今専門家で話になってるのが、いや廃炉の定義がはっきりしてないんだということで何言ってんだろうという気がするんですけども、ちょっとまた戻りあっておいて思います。でこの廃炉の話に遡ってくると、一番最初にあれと思ったのは事故が起きた年2011年12月16日ですけども、当時まだ民主党の野田さんが首相で、原子炉が原発事故が収束したっていう、って言って多分皆さん思い出されたことも覚えてらっしゃると思いますけども、その時に喋ったセリフがこれなんです。原子炉が冷温停止状態に達し発電所の事故そのものは収束に至った。確かにあの段階でも最初のような爆発がそう心配するような状態でないことは確かです。で私が気になったのは冷温停止状態ってと思って、これ何かというとね、動いてる普通の原子炉がありますよね。普通の原子炉を止めますよね。普通に運転してて運転止める、これこの時はまだ非常に原子炉の水は熱いんですよ。
この BWR だったら280度、 PWR だったら300度、それがずっと100度になって、100度以下になったら冷温停止状態、すなわち蓋を開けても大丈夫、原子炉の蓋を開けても大丈夫というのが低温冷止状態なんですけども、だけどあの原発、もう底抜けした原発がこんな言葉を一体誰が吹き込んだんだろうなと、誰か専門家が出ないと知らない言葉ですからだと思います。でもう大丈夫よということを言ったんですけども、その後その1週間後に東京電力が廃炉に向けたロードマップを発表で、30年か40年でデブリを取り出して、それから廃炉にするのに30年か40年、多分これも覚えてらっしゃる方あると思います。で私、まあこの年はとにかくバタバタしてましたから、あのこの中期ロード、中長期ロードマップというのはこの時は読んでません。あ、連中というか東電政府は30年経ったら、40年経ったらあの 1F のあそこを更地にするんだと多分思いました。私もテーブルを出して、多分ここでいらっしゃる方も、あ、40年であそこは更地になるんだと思われた方があるかと思います。で私何年か経って待てよと思って読みました、この中長期ロードマップ。ごちゃごちゃごちゃ結構文章長くてこれ見ても分かんないと思いますけども、デブリをどうしますとか、建物をどうします、これですから今から始まって調査してという話ですけども、その事故の年です。でここを広げました。ここがね、第3期10年以内にデブリの取り出しを開始する、それで20年から25年後にはデブリを取り出しちゃって、それで30年から40年後にこれは要するに廃炉を終了するということがこのここに書いてあります。もっと細かくここにずっと手順がね、それでこれで、それからデブリを取り出した後に今度は建物も解体しますよということが最初のロードマップなんです。でこれにまだこだわってるんですよね、30年40年。それで私ですから最初にロードマップを読んで、まあこの原発事故をなんとかすると言った時に、まあ3つの課題があるだろうと。でまずね、使用済み燃料の取り出しという、これちょっと説明いりますけども、これが建物の中ですよね。でこの上の方にプールがあるんです。ここにプールがあります、ここにプールがある、プールがあります。でここに残ってたやつを取り出しましょうと、それは建物も壊すんだったら取り出さなきゃいけませんわね。で4号機はこれは別に何て言うの、原子炉そのものは壊れてませんから、でこれはもう取り出しするんで、3号機も一応ここにかまぼこみたいなでっかいのつけてやってます。で2号機1号機今作業してます。多分4年か5年後ぐらいで、一応これは先が見えてる仕事です。ここにプールがあります。それで2番目の燃料デブリの取り出し、これをちょっとね説明しておきますと、ここに1号機2号機3号機4号機と、さっき言った原子炉のお釜がここにありますよね、ここの茶色の部分です。この長さだけでだいたい20メーター以上です。20メーターだったらちょっとしたビルの高さで、直径はそんなにない、直径は5メーター6メーターぐらいですけども、それでこの中にこのお釜、底やなんかは厚さ、鉄で厚さ20センチぐらいの鋼鉄製のもうごついものです。でここにあった燃料が高温に水がなくなって溶けて、でそのお釜の底が抜けて、で下へ落ちているというのが今の状況です。でこの下へ溜まっているのがデブリデブリと。でちょっとねこの構造を説明しておきますと、ここに
原子炉の、まあ、圧力容器というんですけど、私は大釜大釜と呼んでますけども、でここで蒸気を発生して隣のタービン持ってってるわけですけども、で水がなくなって溶けちゃったと。それで原発事故で何が怖いと言ったら、ここに溜まってる大量の放射能がそのまま外へ出ていくことなんですよね。それでこの福島の原発というのは BWR タイプというんですけども、沸騰水型。この特徴というのは、ここにだるまみたいなのがありますよね。このだるま覚えてください。これ核で、ですからそういった原子炉が溶けた時に放射能が外へ出さないための最後の壁というのがこのだるまなんです。我々格納容器と呼んでいます。それで普通の運転中はここがね、280度、だいたい70気圧ぐらいのこの蒸気、水と蒸気がこの中で発生してるんですよね。それで、そういうので配管がバッと割れたら、いっぺんに吹き出ますよね。いっぺんに吹き出て、それでこのだるまをぶっ壊したら困るんで、ここにドーナツみたいなのがありますよね。ここが圧力抑制プールと呼んでるんです。というのを、これはこの BWR を作ったアメリカのジェネラルエレクトリックというのの、まあ、特許というか発明みたいなもんですけど、ここで蒸気がわーっと出たら、ここに配管がありますけども、この配管を通して、ここのドーナツの中に半分水が入ってますんで。で、そこの水の中に、蒸気を入れて凝縮すると。それで、この圧力、格納容器が壊れるのを防ぐという構造なんです。で、この大きさですけど、よく見えないと思います。ここで虫みたいなのがありますけど、これが人です。ですから、このドーナツの直径で10メートルぐらい。これ大きな建物全体が、だいたい、そうですね、多分、このビルぐらいより一回り大きいかなと。いう気がします。これが1号機、2号機、3号機、4号機と。で、デブリがここに溜まってますよね。で、昨日の NHK でも言ってましたけども、ここがどういう構造になってるかというと、これがね、ここに原子炉圧力容器、お釜ですけども、この中に燃料が100トン、あと構造物も100トンぐらいあって、で、それが全部溶けて下に溜まってて、デブリは880トンとか、ビット合わせてね。それで、あと、この圧力容器そのもの、お釜そのものも300トンぐらいあります。ですから、ここで、500トンぐらいはもともとあるんです。で、あとでちょっと話が出てきますけども、これをちゃんと支えなきゃいけない。支えるために、ここにペデスタルという、いいものがあって、結局こう鉄筋コンクリートの壁筒みたいなものを作って、これを支えているという構造になっています。で、あとちょっとデブリの取り出しでちょっと関係しますけども、これ壊れてない場合どうするかというと、これちょうどいい図なんで、原発というのは1年に1回ちゃんと動いてる時ですよ。定期検査というのをやって燃料を変えますよね。燃料の大体3分の1か4分の1新しい燃料に入れ替えるんです。すなわち逆に言えば燃料というのは大体3年か4年持ちます。で、その燃料を入れ替えるときにどうするかというと、これをまず蓋を開けて格納容器のこの上の部分を取って、それでそれからお釜の上の方も取って、で、中にこの上の方にいっぱい構造物があるんですけども、気水分離器とか乾燥機、それを全部取り出して、この横っちょのピットに置くんです。で、横っちょにピットに置いて、これ全部水で浸してるんです。水で浸して、そしてこの上の方から燃料を、棒集合体を取り出して、こっちの使用済み燃料に置いておくということで、こんな高いところに、上の方に、使用済み燃料プールがあります。で、他にも、もっと地面の方にもプールはもちろん最後に取り出しておいておくプールがあるんですけども、ここにいっぱい溜まってたというのがこの燃料デブリで、燃料デブリは
このペデスタルの下の方、あと大部分1号機は3月11日の夜には底抜けしてますから、夜中ね、まだ暑いですから、それが ほとんど下の方行ってます。3号機2号機はどれだけ残ってるか未だによくわからないという状態です。それでもう一つ廃炉というんだったら原子炉施設、これを解体するということですけども、その話は昨日なんかもう昨日の NHK スペシャルで一言も出てこなかったということです。で、これがさっき言ったロードマップというのは、さっきお見せしたのは2011年のは最初の版、これがバージョン3ぐらいでしたが、今新しいのは2019年版ぐらいだと思うんですけど、少しずつ変わってるんですが、どっちにしても40年後には廃炉になりますというのは変わってません。で、これは毎日新聞さんの分かりやすいんで持ってきたんですけども、さっきお話ししたプールからの使用済み燃料の取り出しは、まあ、3号機は終わってます。これで1号機2号機は、まあ、ずれ込んでますけども、多分そのうちなんとかなるだろうと思います。で、その肝心のデブリですけども、2017年ですから6年7年前の計画ロードマップだったら18年ぐらいまでに方法を決めて19年21年ぐらいから取り出しを始めると。ですからもう3年ぐらい前には取り出しが始まってるはずなんですよね。で、東京電力のホームページなんか読んでると、いや取り出しはそのつもりですけども、ちょっとコロナやなんかで遅れてますとか言ってるんですけど、私からしたらまだ取り出し方法の検討の途中です。というか現場検証がまだできてません。現場検証ができてないのに、昨日のようにああいう偉い先生方がこうやったらなんとかなるぞというのを一体何考えてんだろうなと思ってますけども、で、これはですから使用済み燃料、プールの方からの取り出しは1号機は全体にもう一つカバーを作って、それでそこにクレーンをつけて、これなんとかしますと。これで2号機の方は建物の横にもう一つ大きな課題を作って、その横から出入りできるようにして取り出します。多分これはある程度いけるんだろうと思います。まあ少しは遅れるかもしれませんが。で、このデブリの取り出し、今全く現場検証進んでないと言いましたけれども、2011年の時に何を考えてたかというと、スリーマイルのことです。昨日も NHK でスリーマイルの話出てきましたけども、で結局このなんだっけな、このさっき言ったドーナツ、ダルマとドーナツ、ダルマとドーナツに水漏れがないと、まあ、健全だというのが仮定の上で、でこれを全部水で張りましょうと。そしてこの一番上の方に課題を作って、それで少しずつ取り出しましょうというのが2011年のプランだったんです。だけどもこれはもうできません。で、ちょっとスリーマイルの話を簡単にしておきますと、スリーマイルも大変な事故だったんですけども、ちょっとこのペンシルバニア州というところにある川の三角川の巣にある原発ですけども、スリーマイル島原発事故、これでもう79年ですからのことです。これはね、 PWR といって福島の原発とはちょっと違います。関西電力さんなんかと同じで、でこれはお釜があって、これは一緒ですけども、東電さんの BWR はお釜の蒸気を直接タービンへ持っていくんですけども、PWR の場合は一旦ここの蒸気発生機というのを通して、蒸気発生機で作った蒸気でタービンを回すと、こういう二重の仕組みです。その分温度圧力が高くて、だいたい150気圧の320度 C ぐらいです。で、
この3マイルでこの79年3月28日に何が起きたかというと、このでっかいのはこれ冷却塔です。これ川の真ん中にありますから、海へ熱を出すんじゃなくて川で空気中で冷却塔でここで冷やすと。でこの1次系じゃなくて2次系、一旦冷却塔を回ってタービンを回して冷却塔で水に戻して、そしてまたこのタービンを送るという系統、これの給水系がポンとトラブルが起きたんです。で給水系がトラブルが起こったら補助給水系というのが自動的に動くはずだったんですけども、いかんせん補助給水系が閉まってた、バルブが。そうするとどういうことが起きるかというと、ここで大量な熱が発生してずっと熱の流れができてるわけですよね。それがパッと止まってしまったと。これここは今お話したように150気圧300度というものすごい高温高圧ですから、熱が逃げるところがなかったら圧力がどんと上がるんです。でそういうことを防ぐためにここに圧力調整するための加圧器というのがありまして、で加圧器のこれの安全弁が吹いて、安全弁が吹いて外へ蒸気を出してこのタンクへ溜めるというシステムなんですけども、何が起きたかというと、この安全弁、逃がし弁が開いたまま閉まらなかった。開いたまま閉まらなくなってオペレーターが2時間余り気がつかなかった。そしたらどうなるかというと、水が減る。で、これがですから後になって、だいぶ後になって分かった様子ですけども、原子炉の中の水が半分になりました。それで半分溶けてます、燃料が。ただ幸い、これメルトダウンしてますけども、この底抜けはしてないんです。底が抜ける前にまた運転員が気づいて閉めて、なんとか冷却を回復したというのがこの3マイル事故で、底抜けしてなかったから原子炉格納容器、ちょっと格納容器、PWR の格納容器はすごいでかい、BWR と違いますけども、この中にいろいろ足場やなんかを組んで、こうですよね、これが原子炉のお釜で、その上に足場を組んで、こんな足場ですよね。それで人が見ながら上からこれをデブリを少しずつ取り出して、それでプールの方へ持っていったということです。で結局10年かけて取り出して、それで今はそのデブリそのものはこのペンシルバニアからアイダホまで列車で運んで、それで最初はプールに入れたのが今もう乾式です。で一応デブリのけりはついた。結局一番最初、福島でも最初のロードマップはこれをができるだろうと思って。で私にとって3マイルの事故の教訓、これですから私1950年の生まれなんでまだ30前でしたけども、私にとって原発安全神話というのはこの時にもうなくなってます。ですからこれ以降私は原発が安全かなんて全然思ってません。でもう一つはフェールセーフプールプルーフという考え方はそもそも成り立たない。私が大学に入ったのは1969年で、日本の原子力開発が始まった頃ですけども、最初に習うの一つが、原子力の先生に習うのがフェールセーフプールプルーフと。フェールセーフというのは何か故障が起きても大丈夫ですよということなんですけども、例えばさっきのバルブ一つの話にしても、故障して止まるのか故障して開くのか、これはケースバイケースでわからない。でフールプルーフと、誰かがチョンボしても大丈夫ですよと。チョンボしたらもう大変なことになるっていうのはもう分かってる話。あと一番教訓になったのは、技術屋としてエンジニアとして教訓になったのは、水がなくなると燃料が溶ける。実はね、あの時に当時の原子力安全、あの時は原子力委員会か、原子力委員会の安全審査委員長の
先生が、いや、スリーマイル、燃料溶けてないって突っ走ってたんですけども、開けてみたらもう溶けてると。で、水がなくなると溶けるというのは、原子力屋の常識です。で、思えば福島ね、私3月12日に、1日非常用電源止まって水が入ってない、そして格納容器の圧力が上がってる、その段階でもう燃料が溶けてるというのは、原子力屋ならみんな分かったんです。ただ、保安院の専門家で、記者会見でメルトダウンしているようですと言った人はすぐに飛ばされました。ご存知かと思いますけども。で、チェルノブイリはね、ちょっと原子炉のタイプが違います。ちょっと説明すると、ここで黒煙原則沸騰系水冷却チャンネル炉というんですけども、大きな細いチャンネルがいっぱいあります。だいたい1600チャンネルで、この直径10センチ足らずの、チャンネルの中に燃料棒を入れて、その中に水を通すんですけども、でこれがだいたい1600本ぐらいあります。でこれはソビエトが原爆を作るための原子炉を拡大してたやつで、ちょっと説明しませんけども、でこのでっかい、すごくでっかいです。これが私に見せてもらったやつですけども、体育館の中ぐらいの大きさにの部屋が上にあります。で一瞬のうちに細かい話はしませんけども、原子炉が一瞬のうちに爆発して原子炉も壊れましたし建屋も壊れたと。でここにあるように壁が壊れて中のものそのものもかなりの部分が吹っ飛んだと。要するに腹渡が出たと思ってください。これが福島の場合とは全然違います。福島の場合は原子炉そのものは爆発してません。原子炉の上の屋根では爆発起きましたけど、原子炉そのものは燃料が溶けて下へ溜まったということで、かなりの部分で残ったものがあります。で外へ出てったのはガス状のものと揮発性のものが主体だと。でチェルノブイリはこんなんですから、もう中にあったものが全部出てったと思って、いろんな方種類のいろんな種類が全部まとめて出てったと。で1週間ぐらい、大量の放射能が出て、周りの人を避難して、すごいなと思ったのは、これがね、1988年、2年後にモスクワで出版された写真集です。それ説明は何もありません。ここに原子炉があるんですけども、事故処理に行ったヘリコプターが戻ってると。で、これはね、なんか松林があるんですけども、松林がですから、すごい放射能で、1週間、2週間で枯れてしまった。これは福島では起きてません。で赤い森って、それ2年前大騒ぎになりましたけども、チェルノブイリに侵攻してった、キエフ、ウクライナに侵攻してったロシア兵がこの赤い森の中で野営地を作ってたという話ですけど。で、チェルノブイリについて言えば、当時まだソビエトですから、我々情報はほとんど入ってきませんでした。で、こういう地図が、出てき始めたのは事故から3年経ってから、ペレストロイカからでソビエトそのものがガタガタになってきて、で私どもこの原発の周りが大変な汚染があるのは承知してましたけども、驚いたのはこれ200キロです。で300キロ離れたところ、500キロのところにもあります。でおまけにこの汚染のことは地元の人にも知らされてなかった。もちろんこの周りの人は避難したんですけどね。それで地元の人は怒ったというのは想像つくかと思いますけど、ちょっとあまりこの辺は省略して、で結局ソビエトのもう全力を挙げてとにかくなんとか抑え込もうと呼んで石棺と呼んでましたけども、こういう形でとにかくコンクリートの壁で閉じ込めてるというのが石棺。だいたいこれがね、4月26日に事故が起きて、11月に一応、我々は政府の課題を遂行するぞという書いてあるんですけども、で、これ私、2002年ですかね、こんな、
これが4号機かな。これ、あ、これ4号機、これが 3号機の方ですかね。これ、中にも入れてもらいました。これ、実はね、ちょっとチェルノブイリと福島とタイプが違って、これ燃料かなりの分外へ出てたにありますけど、残ったやつが、溶けて下へ流れて、下へ流れてて、まあ、デブリという、溶岩みたいになって、こう、下で固まっています。これで、早々とチェルノブイリの場合は、空冷になりました。固まって、おいで、これ、下に部屋があるんで、これで空気の流れが出て、今も空冷になっていると。それで、ここが原発が当時4つあったんですけども、それで、プリピャチというのが、労働者の町、原発労働者の町、3キロから6キロぐらいですかね。で、これは2005年だったかな。3キロから4キロ離れて、ここに石棺が見えますけれども、で、プリピャチの一番高い16階から眺めたら、これ、このくらいの距離のところで爆発が起きる。もちろんもう廃墟になってますけれども、で、とにかく、この石棺も、あんな、ですから、事故のどさくさの中で無理やり作ってますから、穴ぼこだらけというか、隙間だらけで、ちゃんとしたものを作らなきゃいけないというんで、作り始めたのが新石棺、シェルターと呼んでますけども、これは作りかけの途中です。で、原子炉そのものはこっちにあるんです。横っちょで組み立てて、少しずつてっぺんから組み立てて、ジャッキで少しずつ上げてって、これでできたのがこんな、ここで作ってズリズリズリと言って中へかぶせ、で、今の状態はこんなのです。これが前の図。確かこれ、どれくらいだったかな、百数十メーター、幅で200メーター近くあったのかな。なんだっけな。もうでっかいもんです。このビルぐらいスポンと入るぐらいのものを作って。これで、私、これ行った時、現場の人に、この絵、あんたらこれどれくらい持つねんって言ったら、いや、とりあえず、この設計は100年だと、いうことを言ってました。で、この中で、一応この古い石棺を少しずつ解体するという話にはなってますけども、何せお金がかかるんで何も進んでないでしょうし、でおまけにウクライナの戦争はまだ続いてますから、多分どうにもならない状態が続いてるんだろうと思います。で、私自身チェルノブイリも何遍も行ってんですけど、私自身が学んだ教訓というのは、とにかく原発で大事故が起きると、皆さん突然家を追われて、村や町がなくなる。地域社会がまさに丸ごとなくなってしまう。というような似たようなことがやっぱり福島でも起こりつつあるんではないかと私は感じています。で、原子力の専門家として私にできることというのは、結局明らかにできることは、被害全体のほんの一つの側面でしかないという。例えば、放射能なり放射線、被曝のことは分かりますけども、皆さんにもたらされた災難の全体というのは私には分からないという立場で、福島の場合も私にはよく分かりません。とにかく私に言えるのは放射能、放射線なりのことは分かるけども、それを皆さんの参考にしてくださいということで言っています。で、HF の廃炉についてデブリの取り出しですけども、何度も繰り返しますけども、現場検証すらまだできてないんです。時々テレビでやりますけども、あそこの一番溶けて落ちたほんのペデスタルに溜まってる一部が分かってるだけ で、この圧力容器、お釜の中とか上の方は全く分かりません。分かってません。それなのに何とかしますというのが今の現状ですけども、最初にお見せしたように、スリーマイル方式は使えません。これ、圧力容器はもちろんですけども、格納容器にも水が溜められない。これで、どっかから水が抜けてる。これで、水を入れても隣の、ですから、タービン建屋の方に抜けちゃうわけですから、で、使えないということで、
いろいろ現場検証が進んでますけれども、一番テレビカメラが入っているのは2号機だそうです。2号機の走行に、多分こういう写真見られたことはあると思いますけれども、2019年2月に、まさにこの、要するにロボットをこの昔からある点検口、点検の穴を通して中へ入れて、これでちょっとつまむことができましたと。ピンセットでつまむことができました。という段階です。これで次の段階は、ちょっと取り出しをしますと。いうんで、ロボットアームというのを作って、去年ぐらいからやるはずだったんですけども、よくよく、文献とか見たら、このロボットアームでも取り出せるのは数グラムだそうです。これは取り出しというのかどうか。800ともあるんです、全部。3つの原子炉で。これもまだ現場検証、デブリの状態がどんなのか。というんで、ちょっと点検口を開けてみたら、いっぱい詰まってて、中に入れられない。というんで、また延期になりました。ということで、この底すらよくわかんないと。で、いろいろ調べていくと、実は、さっき燃料交換の時に横にプールあるというのをお見せしましたけれども、運転中はこの格納容器の上の一番フロアに、一番上のフロアに、ここにシールドプラグって蓋してあるんですよね。これ3枚ものの板の蓋で、で、この3枚ものの間に大変な量のセシウムが溜まっているというのが、3年ぐらい前に見つかりました。で、これもうどうするかってみんな頭抱えてるんだと思います。で、また去年、おととしですかね、分かったのは、このペデスタル、これがですから、大体圧力容器の重さ500トンぐらいある、燃料より500トンぐらいあると言いましたけども、これを支えるための、このペデスタルですよね。これ1号機ですけども、デブリの熱でやられてボロボロになってると。これかなりひどいことになってて、これが果たして地震に耐えられるかどうかが、今問題になってるところです。で、結局、私からしたら、13年経っても、現場検証の道半ばです。で、原子炉の本体はこれからやるところです。で、それが分かって初めて取り出せるかどうかの判断になるんだと思います。だけども、2011年の暮れに取り出しますと言ってしまったから、それを引っ込められないというのが、昨日の NHK のスペシャルだったと思いますけども、で今の話、私の話聞かれたら、多分30年で40年で取り出せるとは思えない。というのは、皆さんも思われると思います。で、じゃあ仮に50年、100年かけて取り出したとして、じゃあそれはどこへ行くのって言ったら、はやっぱり 1F にしかないでしょ。あと、昨日のテレビで全く言葉にも出てこなかったのが、この建物そのものをどうするのというのが出てきません。で、ここにありますけども、地下水が入ること、地震、津波、そもそも3つもあるということ、後始末はチェルノブイリより大変です。と私は実感しています。で40年で入ろうというのはもう幻のスローガンですし、これで、とにかく、これは私、希望の作文、希望のお絵描きをやってるんだと思います。で、昨日の NHK スペシャルも、まさに希望のまたお絵描きを積み重ねていってるんではないかなと思います。で、ですから最初にお話したように、100年経っても 1F2 が、放射能性廃棄物の集積場であることは私は間違いないと思っています。それがどういう形になっているかは分かりません。で、これ昨日の話ですけども、昨日の
NHK スペシャルですけれども、これ3月9日の毎日新聞の宇宙私とってる朝刊で、デブリを取り出しをですから、何ですかね、損害賠償廃炉支援機構の委員会でちょっと審議してこういう案を出しましたと。で、それが気中工法と冠水工法だと。で、昨日の出てきた老田さん、元の原子力安全委員と、おいでそれが排出機構 の山名先生あたりが話をしてるんだと思いますけども、でその報告書はウェブにありましたんで、2日ぐらい前に私見たら、こういう図がありました。これね、気中工法と冠水工法。気中工法というのは何かというと、昨日の、NHK スペシャルがこれだと思います。今、ですから、原子炉建屋と呼んでますよね。お釜とかで。それを外側にでっかいものを作って、それで、なんだっけな、昨日の話では樹脂かなんかでこの辺全部固めて、それで上からなんかいろいろドリルかなんかで穴開けてドブリを出すんだと。と思って。さっき、最初の方でポンチお見せしましたけども、原子炉の容器だけでだいたい二十数メートルあります。それで、この上の構造物があります。それで下の構造物があります。だいたい40、50メートルぐらいあります。で、そこから何も見えないところに、樹脂で固まっているところに穴開けて、それでデブリを取り出すんだという魔法のような話で、2階から目薬というより5階から目薬に近いような話ではないかと思います。それで不思議だったのは、こっちが出てこなかった。報告書にはこれがあったんですけどね、冠水工法って、この船国構造体と、これは船のですからガランドですよね。建物そのものをもう一遍機密構造にやってしまうと。そんなことができるんならあんな水漏れなんかしないんですよ。であまりにもみっともないと思ったのか、昨日はこれが出てきませんでした。これね、水溜めて、この5階、4、50メートルかなんかね、いっぱいに水、柄をまず組むのが大変です。これを地下を掘ってね、地下を掘って柄を入れて、どんなつもりなのか知りませんけども、で、そこに水を溜めて、40メートル組むぐらい。一箇所でも水漏れがしたら全部抜けます。で、やっぱりみっともないと思ったんだと思いますけども、まず、これは話だけは出ますけども無理だろうと思います。このどっちとも。これをやったら何十年かかるか、まだ原則的にはできないとは言えないから彼らはこういう話をつけるんだと思いますけども、まずですから、まず現場検証をきっちりして、そして果たして実際に可能な手段は何なのかということからやらなきゃいけないと思います。で、ちょっとついでに、海洋放出像がありますんで、私が言ってるのは、とにかく余計な放射能はこれ以上出すなということを言ってます。それで皆さんもうご存知だと思いますけども、2015年に、これは東電の社長が、県漁連宛てに、とにかく、関係者の理解なしにはいかなる処分も行わず、アルプスで処理した水はタンクに貯留いたしますと。で、それは党でも社長もそうだし、あの時の経産大臣だったのかな、高市早苗も同じも同文を出してます。で、この時どうだったのかというと、2015年ここなんです。今もう2012年。もう海洋放出してしまいますけども、2015年20万トン、30万トン、これ以上増えないはずだったんです。なぜかというと、凍土壁を作ってたから。
凍土壁で周りを全部囲めば、もう水は入ってこないから、30万トン、今の3分の1か4分の1で、これ以上増えないはずだった。それがもう述べてばかりなしに、ずっと増えてしまったというのは、彼らのちょんぼなんですよね。彼らのちょんぼをなんで、漁業者なり福島の皆さんが引っかぶらなきゃいけないのかというふうに私は感じてるんで、これ以上出すなと。これやらなきゃいけないのは、まずしっかりした遮水壁を取る。作る。それで、皆さんなんで水があんなに増えていくかというと、阿武隈からの阿武隈山地からの地下水がここに入ってくるからなんですよ。これ、地下水が止まってれば、これ水かけてもぐるぐる回してれば、要するに、今の、ですからデブリはね、放射能の塊ですから、放射線を出してますね。これその放射線が周りにのぶつかったら、放射線もエネルギーですから、熱になるんです、最終的に。これで、今、1号機、2号機、3号機、デブリが溜まってて、出てる熱量は大体100キロワットか200キロワット、それくらいです。正直言って大した熱量ではありません。多分このビル全体でも相当電気使ってると思いますけども、エアコンしたら空冷で、空調のタワーで、全部熱逃がしてますから。だけども、これデブリは、この狭い部屋に、ここに溜まってますから、水をかけずに熱を出てくると、どん少しずつ温度が上がって、どうなるか分かんないと。いうんで、今でも水をかけてる。で、多分1日で3つ合わせて100トンか200トンぐらい水をかけてます。それで、どこ行ってるかというと、これ水かけて、それで、それ、デブリにかけますよね、さっきのペデスタル。それで、蔦屋の方へ流れてって、で隣のタービンタティアというのに出てくる。要するに汚れた水がタービンタティアに入ってくる。でこのタービンタティアには周りの建物から入ってくる地下水が入ってくる。で地下水とそのここにかけた水が一緒になるから汚染水が増える。でだからこの地下水がここに入ってこなければこれをでぐるぐる回してこれ以上汚染水が増えない。だから、遮水壁を作って、今ある汚染水は固めるか、大きなタンクで長期保管しろというのが私の意見で。で、場所がない、場所がないと言ってますけども、1F に場所がなければ、2F もあるし、これで、柏崎原発もありますし、何よりも一番広い敷地があるのは東通り原発。と言ったら、青森の人に叱られるかもしれませんけども、これは敷地は持ってますけども、もう建設は止まってます。それで、大体、この東通り原発に、すぐ近くに、6カ所の陸奥小川原国家石油備蓄基地というのがあります。これ私、すぐ近くの上から撮って、それで、これ、1個10万トンのだそうです。それで、これはだから、まあまあ、10力分で大体なんとかなるわということですけども、で東通りに450万平米ありますから、ここで十分、もしタンク作るなら間に合うし、で ためるなり固めるにしても、なんとか場所はありますよということで、私はとにかく放射性の汚染物はとにかく東電の敷地に引き取らせると。で 1F からはこれ以上余計なもんは出さないと。でまずは遮水壁を作れと。で40年で入ろうというのは幻のスローガンですから、とにかく100年200年を見据えた計画が私は必要だろうと。そのためにはやっぱり皆さんの意見を聞いてちゃんと反映していかなきゃいけないんだろうと思います。であと最後に放射能汚染の環境基準が必要だと。で私ずっと飯舘村の測定したり、あと福島の測定したりして地元の人に放射能汚染について説明したり、放射性と放射能物質は何かと、セシウムとは何かと、
被爆とは何かという話をしてきて、それで要は結局この辺汚染があります、東京だって汚染あります。でそれぞれ避難する人、戻る人、いろいろいろんなその人の判断、やっぱり避難するか戻るかというのはその人の私は判断だと思ってます。でその他判断をするため の, いろんな確かな知識をだから皆さんにお伝えするのに私の知ってることが役に立つんだろうと思ってやってきてました。それで簡単に言えば結局どこまで我慢するか、それぞれの人がどこまで我慢するかということになってくるんだというふうに私は思ってます。それでその我慢のレベルを考えるときに私いつも言ってたのは、前は言ってたのは1ミリシーベルト、1年間追加の1ミリシーベルトというのがその我慢を考えるときの目安かなというようなことを、それより上か低いか大きいか少ないかということを考えたんですけども、と言ってきたんですけど、よく考えたら1ミリシーベルトというのは原子力発電所なり放射線取扱施設が周りの人に浴びせて許される最大限度なんです。マックスなんです。これはひょっとして大きすぎるんではないかというふうに私は今思ってます。で1ミリシーベルトは気にしなきゃ生きていけない、1ミリシーベルトかどうかというのはね。で実は環境問題、環境汚染について日本国において一番の法律は環境基本法というのがいつだったかな、1990年ぐらいかに決まって、ちょっと忘れましたけどもあって、その環境基本法の中には放射性物質は含まないという規定がこの福島原発事故までありました。そして原発事故が起きたんで、その規定は除外しました。それ2012年だったと思います。で、ですから放射能汚染についても環境基本法のもとにあると。で、ですから環境基本法に基づけばいわゆる環境基準というのを作って、で結局住んでる人がその汚染について気を使わなくてもいいようなレベルでそれを設定しなさいということなんですけども、未だにできていません。それでここに書いてますけども、福島の場合避難指示区域が解除されて、もちろん道路とか人が住んでる周り、田んぼ畑は除染されてそれなりのことをやられてますけれども、山林山なんかはほったらかしなんですよね。それでここにありますけれども、事故前だったらそのままでは許されないような汚染が今や福島の山の中でほったらかしにされているということで、環境基準を作ってやっぱり山の汚染なり福島のあちこちの汚染について皆さんに周知徹底するような措置が必要ではないかということを私ずっとお話ししてます。で、これで一応私の意見としては土壌の汚染については年間1ミリじゃなくて年間 0.1 ミリ、これで水と空気の汚染については年間 0.01 ミリが多分環境目標値として適切ではないかというふうに私は最近言ってます。で今現在のセシウム汚染、ここでこれは航空機モニタリング、これ規制庁がヘリコプターを飛ばして測ったデータが2022年の10月のレベルで、これ4万と50万以上、4万以上50万以上ありますけども、4万以上というのはいわゆる放射性物質を扱うところでいわゆる管理区域、これを超えたら管理区域にしなきゃいけませんよというレベルのもので、これで50万というのは
チェルノブイリの場合にこれを超えたら移住しましょうねというレベルで、今現在ですから大体今の帰還困難区域がこの50万を超えています。これで大体あと50年100年ぐらいは汚染が続きますよということをお話ししています。でもうそろそろおしまいですけども、この前の珠洲の地震がありました。先ほどご挨拶の方で滋賀原発、滋賀原発動いてなくてよかったねというのが私の思いですけども、もっと思いは珠洲原発、滋賀原発じゃなくて珠洲原発、珠洲原発できていなくてよかったねと。珠洲原発にも関西電力、北陸電力、中部電力が一緒になって珠洲市の中に2箇所原発を作る計画があって、かなり土地買収まで行ってました。それが地元の人が反対して、結局2003年に計画中止というところで、もしほんの一つボタンの掛け違いであそこにも原発があったかもしれないと。とにかくこれ見たら分かるように、日本で原発できて適しているというところは全く私はないだろうと思ってます。で最後に、まあこれいつもお見せしてるから見た方あると思いますけれども、日本のエネルギー事情ですけれども、私1950年生まれなんで、これですから物心ついてこの辺からずっと眺めてきてます。でこれ日本の人口もだんだん減っていきます。で実はエネルギー全体減ってるんですよね。でこの赤いのが原子力です。これ電気じゃない、電気だけじゃない、エネルギー全体です。で多分今は原子力をなくしていくのに一番いいタイミングだと思ってたら、岸田首相がまたやりますとか言ってますけども、とにかく私が言ってるのは、事故が起きたら30キロで人が住めなくなるようなものを使って電気を作る必要があるのか、もういっぺん特に若い人に考えてほしいなと思ってます。ということでちょうど1時間になりました。どうもありがとうございました。